ベッカは、オレゴン州ポートランド出身のアメリカの歌手、シンガーソングライター。ロサンゼルス在住。本名レベッカ・エミリー・ホルクラフト。2歳の頃から歌を歌い出し、その後、クワイア等に参加する。10歳の時にガールズロックバンドザ・チューズデイズの影響を受けて、ギターを弾き始め、曲作りを開始する。2003年、高校1年生の頃。 友人が合唱団で歌っていた様子を録音して渡したのがきっかけでメレディス・ブルックスの耳に止まり14歳にしてる a に移住、彼女の歌声とソングライティング能力を気に入ったメレディスと曲作りを始めた。その傍らライブ活動も開始し17歳の時にはライブでの口コミもあってデモ曲と彼女原作のコミックを載せた彼女の マイスペースサイトに320万を超えるアクセスが殺到し全米3位にランクインした。その結果、2007年にソニーミュージックと契約、翌2008年19歳の時に日本でメジャーデビューを果たす。そしてサマソニー2008で東京と大阪の両方に参加した。2009年ベニー系の新プロジェクト BK プロジェクトに ボーカリストとして迎え入れられ、ベニーベッカとして、シングル、ドリーマーをリリースした。2010年夏、米国及び、カナダ全土でコンサートを開催するバンズワープドツアーに参加した。i ア m a l i v e テレビアニメ、黒出自、エンディングテーマ、共用バラエティ、ビーバップ、ハイヒールオープニングテーマ渋谷ボーカロイド、初音ミクや、立花ケントと、 コラボレーションドリーマー、ベニーベッカ名義アライブ東京 OING、セカンドアルバムベニーベッカ、ベニーベッカ名義パーフェクト目完璧な私、NHKBS2 テレビドラマ、ダメージエンディングテーマ収録ターントゥストーン、テレビアニメ、ウルトラバイオレット、コードレオ4 4オープニングエンディングテーマ収録ベスト、ウィーラブシンディ、トリビュート2、シンディーローパー。ありがとうございます。